こういう業界だと、お疲れ様ですとか言って、はい、必ず言われるんですよね。これから疲れるんだよ、俺はって言ってやるんですけどね。そうすると向こうが嫌な顔するから面白いんですけど。お疲れ様ですって言っちゃいますね。言いますよね、この業界はね。まあ、ここまで来てくださってお疲れ様ですもあるのかな。でも仕事に関して違うよね。そう。仕事に関して。お疲れ様でしたと必ずや言うつもりでございますという申告をしてほしいですよね。あなたはやがてお疲れ様でしたになるでありましょうっていうふうに言われる。これからだよって。それでね、なんか言いたいらしいんですよ。うん、やっぱり挨拶したいんだよ、俺たちはっていうね。まあそうですね。そう。適切なものがないんだって。